着替えた。はあ、ちょっともう沸いてるけど組曲だ。まるでね、アメリカ大陸の逸話神話みたいになってしまった。この一曲目のね、この曲っていうのは、冷たい飛ぶものだから、壁を一枚ずつ集めて変な羽飾りを作ろう。繊細な模様になって囚われるようなやつを、だから一曲目はね、あのアメリカ戦争のメイティブアメリカ、大城のホタルね。だけど大阪に残って、京都に残って、マンボと組んでますね。でも、いつも途中だってことさ。アメリカンロックですよね、京都ってね。あの、なんぼらく、ベンヤード好きなの。この入り口で休憩しようよ、先は長いから、もう今日は肩に巻いて出てきなよ。ダダダダダダダンダン、旅人みたいに、トン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 、これはね、高校の時のね、あの学友、ツイキャスの赤松みたいな。あとは言うたらあかんとか。猫の作品だけどね、児童さん、峠の造形なんですよ。まあ、思い出なくね。まあまあ、そうだけど、俺らの壮滅。景色を見たことは、これね、俺らのね、行くどっちの道かな。ちょっと言ってんの、ちょっと言っちゃいよすぎ。でも、だからな、うちのオーディオの一本バージョンがたくさん好きだ。続く一つ一つの固めのオーディオのバージョン、一本バージョン、何日の記憶なのかも。つまりその掃除の番組、式なんですけど、つまりうちの実名が、固めのオーディオ、そしてやったんですけど、うれしい、あれだね、覚えてる方、その最後の話、うっとるしと、いつも途中で寝てたさ、ザン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 、お城有名な日本で、こんなん全部こんなんで、よくその観光旅行案内でね、お城の一個の
そうやったかなと思って思い出しながら、よっこいしょ。